はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ、幼児教育支援 .com 動画版。はい、本日のテーマです。ちょっと長いですね。小学校受験ですね。中学から女子校になる男女共学の小学校、学校ごとの違いについてです。それでは西荻フレンドリースクール室長の近野由美先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、8月23日月曜日、遅い時間の配信ですが、ちょっと今回は生配信で収録バージョンでお送りしたいと思います。よろしくお願いします。はい、はい、ちょっと分かりづらいタイトルですけれども、要は小学校自体は男女共学なんだけれども、中学以降だと女子校になってしまう。つまり男子は出なければいけない学校がいくつかありますよということですね。そうなんですよ。いや、あんまりね、その件について、まあどこも同じだろうって、つい最近まで思ってたんですけれども、まあそうやって、うちの場合あんまり中学から女子校になるっていう、で小学校に男の子として入ってて、で中学受験をするとかっていうケースがあんまりなかったし、そのケースがたまたま最近ちょっとあって、でも将来女子校になるんだけど、中学はね、なんだけど女子小学校は男女共学っていうところに行ってる女子っていうのは見たことがあるんですよ、うんうんうん、だけどそこに行ってる男子っていうのはあんまりね、身近にいなかったんですけれども、だからみんな同じだろうと思ってたんですけど、実は随分扱いが違うんだなっていう。学校によっても、うんうん、学校によって結構な差があるということにすごく気がついたんですよね。でやっぱり上が女子校になるっていう、女子中学、うん、女子校になっていくっていうとこの学校っていうのは、やっぱり女子に焦点を当ててるっていうところが非常にあるんですけど、その男女共学の中でも全く女子にこう、なんていうの、焦点を当ててて、ノートの取り方だってこういうふうにノートを取ってくださいっていうふうに見せる、こう例、こういうふうな判例があります、こういうふうにやってきてる人がいますよっていうのは全部女子なんだよね。でもこんなこと男子にはできないなっていう部分が結構あったりするし、だいたい30名に対して女子が30に対して男子が10とかね、そういう割合でいるんですよ。上が女子校になるのに男女がの日が半々ってことはほとんどないんですよ。それはとある学校のケースについて。そう、うん、それはやっぱり上に女子校になるから、うん、学校側としたって女子を育てたいし、女子を育てるっていう、そのいう学校と、いや男子は外に出るからやっぱり特別にこう女子とは違う教育をしていかなくちゃいけないっていう、そういう小学校もあるし、男子は男子ある程度進学時に困らないように、そうですね、リフィニッシュしてる学校と、うん、で、まあ、半々ぐらい取ってるような、男女共学で半々ぐらい取ってる学校っていうのは、まあ男子に対しても結構熱く指導もしてくださるし、うんうん、すごくこう丁寧に男子には男子の発育なりにこう指導してくださる、あるところの男女共学女子の小学校だけで、中学からは別々になって、うん、でも最近そこ男女共学になるらしいんですけど、だけどそこは4年生ぐらいからだったかな、男子だけ女子だけで、うん、学級がね、学級 が分かれるんですよ。で男子は受験のために語学も英語だけとか、女子はフランス語やったりするけど、うんうん、男子は英語でいいっていう話だったり、男子の合宿と女子の合宿が違うとかね、勉強合宿が違うとか、そういうふうにこうすごく配慮をしてくださるところっていうのは、ありがたくいい話だなと思うんですよ。ところがそうやって女子の中学学校偏差値が上がってくるから、
よそから来る人に負けたくないっていうんですか、女子の学習履修ペースに痩せたらスピード感でやっちゃうという、そう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 、男子がどうしても苦しくなっちゃう場合もあると、とある学校においてはありますね。だから、うん、例えば、まあ、寮生とか立教とかのようにこう男子校なんかで最近思うのを見てて、やっぱりこう男子の成長に合わせてこうカリキュラムが組まれてるし、よくできてるなと思うんですよ。男子校で男ばっかりと思うんですけど、やっぱりこう男子に、やっぱり男の子って女の子よりもちょっと発育も遅いですし、そういう面も考慮されていて、非常にこう男の子の発育に合わせたこう教育をね、やっぱり送ってくれるみたいなんですよ、うん、ところがそういう中学になって、その女子がすごくレベルが高くなってってなった時に、その女子に合わせてね、ちゃんと中学でやっていけるようにって言ってこうされると、もう男の子はついていくのにアップアップ状態で、しかもそれに対しての救済措置があまりないない、目に入ってんのは女子だけかなっていう風にこう思うんですよね。で、ある学校なんかもやっぱり人数少ないんですけど、そこなんかはやっぱり縦割りで、6年生までの男だけのこう縦割りにして、そこでサッカーをしたりとか、そういうちゃんとそういうケアをなされてるところもあるんですよね。やっぱりその入学前の段階でしっかりと学校説明会とかで話聞くとかして、どうにかリサーチはしないといけない。そうですね、やっぱり男の子に対してどれだけのやっぱりケアと優遇があるかっていうところをね、やっぱり見定めないと、なんかここは偏差値も高くていいかもしれないなんて言って入ってから、入っちゃって、もう女子が天下を取るような状態で、あの学校がね進まれていっちゃうと、本当に男の子は入る余地もないし、もう女子に見合った教育とかってなったらやっぱりレベルは高いですしね、まあ、食らいついていける男子だったらいいけどね。そうですね、うん、でそういうところになると、今度中学受験しようと思ってこう塾に通い出しても、結局公立とかそういうところと違って宿題を抑えて出すなんてことはもうまずないので。あ、そっか、別に持ち上がりの前提の宿題だと思うんですよね。そう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 、だから男子なんかはそういう学校の勉強もできて外の勉強もできるようにしろみたいな。あ、じゃあ圧倒的にできないとやっぱりなかなか受験もままならないことになるかもしれないと。だから本当にその将来ね、女子校になるようなところの男子小学校にいる男子っていうのは、いる男子か、そう、6年間だけは共学だからね、うんうん、だからそういうところにいる男子とはやっぱりよく考えないと、何でも女子中心になっちゃう、うん、そしてこうせっかく学校にいてもついていけないし、うん、上からとの交流もほとんどない、うんうん、私の本当ある知ってるところなんかはまさにそうなんですけど、うん、でもじっと見てるけど、その上からのその交流もないですし、うん、ちょっとねきついかなって。もう学級の生徒数もね、十何人でいうとちょっと孤立しがちになっちゃうかもしれませんね。そうなんですよね、やっぱり、うん、男の子だけが10人ぐらいとかになると、うん、うまくやっぱりコミュニケーション取ってやっていかないと本当に孤立しちゃうっていう、うんうん、そうですね、うん、だからやっぱりその将来女子校になる場合に、うん、その男の子はね、どういう扱いをしてくれるのかっていうことをちゃんと調べてみた方がいいんじゃないかなと思います。はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、今日は、ね、ちょっと内容が内容だったので、個別の学校名挙げられなかったんですけどね。そうですね、あまりちょっと言えないので。まあ気になる方は相談会とかでね、そうですね、聞いていただければと思います、はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。飲み物飲んで、ちょっと氷のカランコロンが入ってるんですけど、まあこれは BGM として。氷大好きなんですよね。はい、楽しんでください。はい、楽しんでください、違うか。まあどうぞお飲みください。はい。はい、では教室からのお知らせです。小学校試験関係ですね、面接の準備、面接特訓コース現在も受付中です。先週ぐらいからお問い合わせがぐぐっと増えているので、ご興味ある方はお早めにどうぞ。埼玉は出さなきゃいけないので、そうですね、埼玉の人たちが結構大変ですね。そうそうそう、お待ちしております。うん、とはいえ、まあ、
毎度のご連絡ですけど、9月入ったらもしかしたらちょっと制限するかもしれませんね。そうですね、ちょっと麺の正解さんのウイスストック連日ありますからね。また願食に、日曜日願食に2個も受付中です。こちらも相当数、今受付来ております。はい、あとは、相談会も受付中です。まあ、先週もね、いろんな方にお会いすることができました。はい、実際に来ていただいても大丈夫ですし、ズームとかでも大丈夫です。体験授業も受付中です。1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。はい、連絡先です。電話番号は 03-3390-0750 番。メールアドレスは info@friendly-school.com です。教室では引き続き小学校受験、幼稚園受験、海外での教育、英語教育など幅広いテーマでお話をしてまいります。よろしければぜひチャンネル登録もお願いいたします。はい、お待ちしております。はい、本日もありがとうございました。ありがとうございました。それでは失礼いたします。